どうぞ。始まれよ、始まれよ、始まれ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 、本物だー。ということで始まりましたね、青くん。はい、今日も元気がいいな、返事の。はい、何を始めるんですか、こんな美味しそうなケーキ用意しちゃってありがとうね。お茶会かと思いました。これはもうお茶会だろう。騙されましたね。がー、今日お茶会じゃねえの。違うの。スバル先輩、はい、助けて。僕の顔面見てもらってもよろしいですか。オッケー。どうですか。あ、なんか青だなって感じ。今日も元気に、元気でいいよね。違う。はっ。なんなんだよお前。僕は違うの、かっこいいんですよ。あ、確かに青くんはかっこいいよね。そうですよ、スバル先輩好きですね。あ、うん、優しいから好きです。そんなさ、スバル以外嫌いみたいな言い方するのやめろよ。違う、もう全員愛してるけど。なんで、ね、最近おかしいんですよね。でも青がおかしいのはいつものことだよ。僕がおかしいわけじゃなく周りの評価が。そんなことね。僕はおかしくないですよ。なんで、ね、まだなんかリスナーの人から「青くん全然イケメンじゃないわ」とか言われるならまだギリ、はいはい、はっ、なんか言ってるぜで済んだんですよ。、うん、そう、お黙り子供たちペッで済んだんですよ。つば吐くな、つば吐くな。ペでもなんか最近公式からも言われる、うん、青さん最近頑張ってるんで青さんがメインの企画考えましたってスタッフさんが言ってきて、いいじゃん、来た時代って思ったんですよ。時代がね。じゃあなんかバレンタインくらいイケメンになりたい。あー、見た見た、なんか青頑張ってるなと思って見てた。バレンタイン以外もイケメンだろうが。青くんはさ、はい、イケメンじゃん、そもそもが。そうなんですよね。そうなんですよ。フラって面白いから面白いイケメンでいいんじゃないの。神、え、なに。もう先輩って呼ぶのやめますわ。神、いやいや、気まずい気まずい。ちょっと気まずい。でもスバル先輩、何、今回のサムネ、スバル先輩覚えてますか。僕が最初に送った素材、こちらだ。でっかでっか。これを送ったんですね。僕はなんか正直自分への自信が、僕は自分への自信がなくなってたかもしれない。なくなってたかもしれない。なやな、なるほどね。ここにこう、なんかこううわーみたいな顔を当てられて、うん、そしてスバル先輩にこんなことないよって言わせる準備をしてしまっていたんですよ、僕実は。そしたら何が来たって、この笑顔。これはもう、うんって言ってるでしょ。ちなみにこの顔してる時のスバル何にも考えてないよ。あ、ただの笑顔だったんだ。まあ、青笑ってるし笑っとくかみたいな感じ。ビジネススマイルってこと。違う違う、青のさ、笑顔が好きだからスバル。なんか青くん本当にひまわりみたいな猫、今にゃーってなんかドラ猫みたいな、言ってない、なんかにゃーみたいな言ってた。もっと可愛いにゃーにしてよ。青くんのね、はい、笑顔がね本当にひまわりみたいで可愛くて、スバル好きだから。かっこいい。そう、なんかかっこいいし、なんか可愛いじゃん青。かっこいい。かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。そう、なんかそう、こんな可愛いじゃん。だからかっこいい、かっこいい。そう、だからなんやねんお前。そ、僕が笑顔を引き出してしまったと。あ、そうだね、うんうん、なるほどね。そう、だからちょっとタイトルをちょっと間違えてしまったところはあるんですが、やっぱり僕の心の師と言ったらスバル先輩、あなたなんです。適当言ってるの。違う、適当じゃない。僕がこのイケメンなのにイケメンじゃないと言われ続けたこの悩み、解決してほしい。あ、わかったわかった。添削してほしい。あー、イケメン添削しろってことね。そうです。スバルの中のイケメンだとさ、はい、なんかバキに出てくる花山薫みたいなことになるけど大丈夫。悪くない。めちゃめちゃいいだろ。めちゃ、お前めちゃめちゃいいだろ花山薫は。おお、でも泣いちゃった泣いちゃった。スバル先輩から、うん、メスを引き出せたら勝ち。確かにスバルがね、メスを出すことは花山薫の前以外ではありえないから、確かに。そこに気落とし青入ります。おお、ということで準備してまいりました。何すか、何見たい。いいでしょう、ドン。何これ。なんで引いてる。
デスゲームでも始まるのかな。あーでっかいの出ちゃった。なんなんなんオールドタイプとか発売シーンと同じことやっちゃった。やばい、なんかシチュエーションとか書いてある。このルーレットで出たお題に沿って僕がイケメンな答えをするので、おお、検索してもらえればな。わかった。え、このハズレって何。ハズレは罰ゲームは罰ゲームやってもらいます青くんが。あ、いえ、ズバル先輩が。なんでやねん、おかしいやろでもその代わりあるよ、当たりもあるから。え、当たりって何なの。当たりはプレミアムチケットが。おお、当たり。青が自信満々に言うときってあれなんだよな、なんかちょっとあれだ。こんなにちゃんと準備してきたのに。そうだね、まあ頑張ったのもね。まあちょっと楽しみながらやっていきましょうか。じゃあ、はい、それじゃあ、はい、ルーレットを回すのでぜひストップと言ってもらってもよろしいでしょうか。あいえー、行くぜ、行くぜ。ぐる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 。あ、止まっちゃった。勝手。あ、外れ。はい、外れ。ねえ、次のターン終了まで語尾ににゃんをつけてもらいます。いやいやいや、この日なんでね。ちなみにだけど、これ誰がって知ってないから青かもしんないんじゃないのこれ。え、いや、そんな、何綺麗な顔でとぼけてんだよお前。ふざけそんな綺麗な顔だなんて、そこじゃねえよ。そこじゃねえ。ズワル先輩も綺麗な顔してる。綺麗な怒りの顔。あ、腹立つなお前。いいじゃねえよ。はい、わかったにゃん。じゃあ次行くにゃんよ。かわいい、かわいい、イエーイ。屈辱的にゃー。早くするにゃん。スピン。癖が強いにゃん。なんだそれ、スピン。あ、やべ。え、猫のこれだ。ドン。ねえ、これ何にゃん。これ何。これが今回のお題。お前クソコラやめるにゃん。クソコラじゃねえにゃん。これクソコラじゃない。こちら猫、これは何をするにゃんか。時は猫の日、2月22日。大公開時代みたいに言うんじゃないにゃん。猫カップルですよ、はい、僕たちは。今から僕は猫として、おー、ズバル先輩を口説く。おー、じゃあちょうどよかったにゃんね。なんか青くんも、まあ、罰ゲームみたいなところでよろしく頼むにゃんよ、これ、ね、本当はそうじゃない時ににゃんしてもらう予定だったのに、これはもともとにゃんの予定だったから、なんか本当意味わからんことになって罰ゲームどこ行ったんでしょうね。わかりませんが、今反省会するのやめてほしいにゃん。困る。困ってんのはこっちだよ、にゃん。こっちだよ。かわいい。行くにゃんよ。はい、よーい、スタート。にゃん、今日も僕の毛並みは最高にゃんな。そうにゃん。そこにいるのは真っ白な毛並みのスーパーウルトラキュートにゃんこ、スバニャン先輩。そうにゃん、スバルはスーパーウルトラキュートにゃんこにゃん。なんにゃんね。今日も可愛いですね。 ありがとうにゃん。お前もかっこいいにゃんね。ありがとうございます。僕ずっと、まあ、スバニャン先輩に言いたいことがあったにゃん。なんにゃん。スバル先輩が他の人の飼い猫になるなんて許せない。え、スバル飼い猫になるにゃん。僕だけのスーパーウルトラキュートん、キュート子猫ちゃんになってくれないかにゃん。え、スバルは野良がいいにゃん。スバルは束縛が嫌いにゃんね。だからでもこうやって青にゃんと一緒にいるのは楽しいから、たまに会うにゃんね、これ。キュン。なんでお前がキュンしてんねん。おかしいやろ。これが先輩ってことか。クー。いやいや、クーじゃねえ、お前勝手に終わらせんな。なんなんだよこれ。これどっちかがキュンしたら終わりみたいな感じになりそうだな。あ、なるほどね。負けたか。キュンバトルね、キュンバトル。どうですか、僕今のキュンしました。僕にスバルは誰かの飼い猫になる気はそもそもないから、全くキュンしなかったにゃん。なんかこれは青くんがとかじゃないにゃん。スバルのこの自由奔放すぎる性格と青のセリフがマッチしなかっただけだから、青はかっこよかったにゃんよ。あれ、やっぱりじゃああれですかね、お手本見せてもらってもよろしいですか。はあ、なんでやねん、おかしいやろそんなの。お前さてふざけんなよ。おー
お前真顔すぎ、目死んでないか。これもぐろなんか、もぐろたちなんか真顔しかないんだ。でもこの顔やっぱ難しいですよ。なんか青のいいところがすべて失う。魂抜けた顔だろうね。よーい、ダン。あおちゃん元気にゃんか。にゃん、元気にゃん。あー、なんかでも元気なさそうに見えるにゃん。なんか悩んでんじゃないのかにゃん。確かにちょっと悩んでるかもしれない。何を悩んでるにゃん。先輩の胸を貸してやるから言ってみるにゃん。最近ちょっと煮干しが歯に挟まって取れなくて。え、痛いってことかにゃん。いや、かっこ悪いなって。そうにゃん。でもなんか青にゃんはもうそのままでかっこいいんだから、もっと自信を持つにゃん。煮干し挟まっててもかっこいいにゃんね。キュー！ワイルド、ワイルド。めっちゃちょろすぎるだろお前。なるほど。こんなこと言いたくないけど、バチクソ適当に言ってたよ今。僕は歯に挟まっててもかっこいいってことではなく、かっこいいと思うけど、うんうん、うん、なんか針に煮干し挟まってるお前もかっこいいよって言われて嬉しいか。嬉しい。あー、そっか、じゃあよかったね。よかったよかったよかった。でも糸用紙とかで取ろうかなって思います、その時は。いやいや、そうだね、うん、はい。はい、じゃねえよ。なるほどね。楽しみだな。楽しみにしていてください。じゃあ次は一体何になるんだ。いくぜ。いけ、ビッグスピン。勝手に止まるんで。あ、青くんが用意した当たりなんだから、きっと素晴らしいものなのでしょう。こちら、青くん、一日キャット券。ね、これ。これ何？こちらですね。はい。いや、本当は一日青くんとデート券を考えてたんですけど。はいはいはい。でもよく考えたら、もう今度また遊ぼうねっていう話はしてたから。そうだね。なので、このチケットを使ったその日から24時間。うん。僕はもう、スバル先輩のペットになります。いらねー、いらないいらないでしょ。ペットになってどうすればいいんだよスバルは。お前え、僕え、アピールポイントいいですか。一人でトイレ行けます。いやいや、知らねー。お風呂一人で入れます。足りめーだろお前。一人で入れなかったら困るわ。猫ちゃんは一人じゃ無理ですよ。いや、お前人間だろ。ちょっとそれは盲点だった。スバル、青のことイケメンタクシー可愛いなと思うけど、たまにすげえバカなんじゃないかおかしい。僕はバカじゃない。そうだよね、僕は頭いいです、ね、確かに確かに。ユーモアがあるもんな、ハオは。本当に頭もいいし、かっこいい。ホワイトブリニャンとかめっちゃ喜んでくれるんじゃないかなと思う。あぶ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 、そう、たさあさあ、喜んでくれる人のところにね、あった方がいいと思うから。こういうのはどうしたの。一緒に一緒に使ってくださいね。いやいや、なんで？いや、ま、じゃあ、あ、す、へへへ、青壊れちゃった。ということで、次のルーレットに回りたいと思います。はい、スピン！スピン！お！バレンタイン。王道でいいですね。バレンタインでございます。まあ、逆チョコとかもありますけど、僕はちょっともらった時にイケメンな反応ができるかみたいな感じでいこうかな。あー、なるほどね。これ渡そうのがなんか地獄じゃないか、これ、はい、なんでなんでなんか猫背じゃない青くん、これ青くんの猫背どもどもやばくない。なんかすごい漫才始まる前みたいなさ本当だ、さすがだ。なんで突っ込んでくれる。いや、なんでこれ突っ込むところしかねえだろこの画像。逆にまた関係ない話してもいいですか。あ、いいよいいよ。今日僕たちお洋服お揃いですね。え、どういうこと。伊達島。伊達島だけだろうよ、別に。恐らくじゃねえよ今思い出したと思ってこのイラスト見てどこから思い出したんだよ。じゃあ行きますよ。はい、青くん、実は今日
渡したいものがあるんだよね。何ですか、今日は2月14日バレンタイン、もしかしてドキドキ。はい、あのこれ青くんのために作ったチョコレートよかったらもらってくれるかな。嬉しい。なんだかスバル先輩ってこう結構ボーイッシュなところあるから、そういうの素直に渡してくれるって思わなかったですよ。おー、でもね、青くんにね、はい、渡したいなと思ったから作ってきたんだよ。ありがとうございます、うん、やっぱりスバル先輩ってそういうマメなところというか女の子らしいところがすごく可愛いですよね。あ、そうなんだ。でも青もね、はい、気遣ってくれたりとかね、笑顔が可愛いよね、かっこよくて嬉しい。すごく嬉しいです、ありがとう、うん、なんかそういうのいいよね。僕のバレンタインチョコレートちゃん。え、あ、つ、え、あ、チョコレートに向かって行ったってこと？違う違うよ。どういうこと、どういうこと、ちょっと決め台詞考えてきたのに。え、どういうこと、あ、え、何、さっきの僕のバレンタインチョコレートちゃんでチョコレートに向かって行ったんじゃなくて。違う、あ、スバルに向かって行ったってこと？そう、あ、スバルがチョコレートってこと？うん、あ、そういうことね。分かった、あのね、なんすか、青がなんでイケメンじゃないって言われるのか分かった、はい、ええー、青はね、はい、自分しか見てないからです。そんなことはない。こういうのをやったらかっこいいみたいなのはすごくいっぱいあるんだけど、はいはい、でも相手がどう思うかっていうところまで考えられてないから多分おもろい人になっちゃってる。え、任せとけ青、スバルがやってやる。本当ですか、任せちゃおう。今日は2月14日バレンタイン、ドキドキ、スバル先輩、はい、チョコレート作ってきました、バレンタインです、受け取ってください。ありがとう。え、これわざわざ作ってくれたの？そうです、愛情を込めました。え、どうやって作ってくれたの？なんか、はい、手とか怪我しなかった？大丈夫です、ちょっとだけ、ちょっとだけですよ。本当ごめんね、ありがとうね、スバルのためにそんなに頑張ってくれて。いえいえ、すごい嬉しいよ。ありがとう。今度ね、よかったらね、お礼にね、どっか遊びに行こうよ。はい、やったー。本当にお前は可愛いな。キュン、これか。いや、今のポイント高いっすね、笑いながら。お前は本当に可愛いなって言えばいいんだ。いやいや、違う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 、あれ、ここですよね、ここ決め台詞っすよね。決め台詞とかじゃなくて思ったこと言った方がいいんじゃないか。なんか決め台詞とか言うとキザったらしく聞こえるんじゃないか。キザは青いけないんですか。青はもうそのままでかっこいいんだから、普通にしてるだけでかっこいいんだから。そうか、そうだよ、青はね、確かに普通に生きてるだけでかっこいいんだから、それにプラスアルファ、素材がいいのにプラスアルファなんていらない。どういうことだ。結婚してくれますか。それはちょっとね、あの一回持ち帰ります。持ち帰ってくれるんだ。お家に。お前もか、かわいいなこいつ。青かわいいよね、なんか素直でさ、なんかね、笑顔がさ素敵でさ、なんかこう挙動も大きくて、なんか愛らしくない、みんな思わない？え、なに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 、ねえ、なに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 、どういうこと？なんか犬みたいで可愛いよね、青くん。犬？いやいや、なんかあの、そのいい意味でね。ああ、なんか人懐っこいところとかがさ。いえ、人懐っこくないですよ、僕心の壁分厚いんで。ああ、そうだった。そう、ミステリアスクール。ああ、ミステリア、じゃあちょっとそのミステリアスクールを見せてくれよ、青。任せください、次のお題に行けば、きっと行けるはずだ。それじゃあ、スピンの掛け声を。スピン！いやいや、二択ですよ。さあ、どっちになるのか。漫画家と、アシスタント。おー、漫画家もアシスタントも何するか分かんないからノリでやるわ。漫画家もアシスタントも僕一応やったことあるんで。すごっ！僕、孤高の漫画家なんでね。あ、孤高なの？
孤高です。孤高の漫画家って自称する人あんまいないからな。公式プロフィールに書いてある。そうなの、孤高の漫画家。孤高の漫画家というものを見せてもらおうじゃないか。任せてくださいって。僕以上の孤高の漫画家ってこの世に存在しないんでね。ちょっとすげえ。見えないんで、ちょっと見えないんで、ちょっとあれなんですけど、漫画家なんでみんな孤高ですよね。ははは。いきますか。わかった、リコ。はい。よろし先生、原稿は出来上がりましたか？ちょっと行き詰まってるかな。そうなんですか、大丈夫ですか？いや、ちょっとまあ行き詰まってはいるけど、やっぱりアシスタントがいてくれることが心が強くて、なんかちょっと安心したかも。ありがとうね。あ、よかった、はい、そう言ってもらえて光栄です。何か困ったことがあったら手伝いますんで、いつでも言ってくださいね、よろし先生。ありがとう。じゃあ一つお願いしてもいいかな。なんだい、なんですか？フレンドリーだね。ごめんなさい、間違えました。なんですか？そうだな、僕ずっと孤高の漫画家として一人で漫画を描いてきて、うん、アシスタントを雇うのが初めてなんですけど。あ、そうだったんですね。これから僕の人生もアシストしてくれないかな。はい、わかりました、はい、じゃあどうやってアシストすればいいですか？そうですね、うん、結婚、うん、先生漫画描いてください。漫画そんなこと言ってないで、はい、先生漫画描いてください、はい、そんなね、ざれ、はい、言言ってる場合じゃないんですよ、はい、すいません、締め切りは迫ってきてるのに、何ざれ言言ってんですか先生。その気の強い感じたまらないね。ド M じゃねえかお前。なにこれ。どうしたもんか。こっちのセリフだよ。違う。え、どうしたんですか先生。途中で決めセリフがあったんだ。あ、それを言いたかったのか。違う。え、なに、今回はアドリブ。あ、決めセリフがあったの。決めセリフ言ってたでしょ。僕の心もアシストしてくれないかな。これに関しては、いや、はよかけやって思ってたよ。はよかけやとですか、ま、待ってんだよこっちは、定時だってのにって。そうか、もう定時の時に催促しにこの指ハートしに来たんだ。そうだよ。じゃあやってくれますか。あー、わかったわかった、とりあえずやるわ。頼みます。あ、間違えた今の何、ちょっとさっき消しとこうって思ったのを忘れてました。あ、なるほど、でもおもろいから言っちゃ間違えた。まあそういうこともあるよね。はい。ひよろしくん、ちょっといいかね。あ、なんですか大空先輩。あ、まじゃ先生、ちょっとこの、はい、このコマどう思うかね。いっぱい線を引いてみたんだが。そうですね、線に力強さを感じて、なんだかとても素敵な作品が出来上がりそうです。おー、はい、ひよろしくんはいつもスバルのことを全肯定してくれる。いや、ひよろしくんはそんなところがすごく素敵だよね。君も将来漫画家になりたいのかい。はい、いっぱい学ばせていただこうかなと思ってます。え、じゃあ何か手伝えることとか、何かね、君の夢の力になれることがあったら言ってくれ。いつも助けてくれている代わりに僕も力になりたいんだ。先生、結婚してください。なんでやねん。青くんが激チョロだから、はい、周りの人間みんな激チョロだからこれでいけると思ってこと。でもなんかチョロいかどうかはわからないですが、自分が言われて嬉しいことを伝えているのに、うん、アホだのって言われますね。アホだの、バカだの、キザだの言われますね。でも確かにちょっと青くんの言われて嬉しいこと、青くんもしかしてめっちゃ乙女なんじゃない。違う。あ、違う。イケメンだから違う。そうか、違う。はい、ロマンチストなんじゃない青くん。そうですよ。満天の星空とか好きでしょ。はい。
夜景が綺麗で満天の星空でーって繋いで告白とかされたいでしょ。うわスピンしたいですか？あ、スピンしなくてもいいよ。でももうスピン、あ、じゃあしたい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 。じゃあいくよ。スピン！なるかな？スピン！スピン！うわー！あ、なんだ！なんだ！本領発揮だ。次どっちが一番キュンとさせるかやるか。やりますか。勝負ってことですか。勝負だ勝負。間違えた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 逆。早い早い。スバルああいう流れでされると乗っちゃうか。シャンパン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 。カッコつけなくても僕はカッコいいんだ。ほら男は背中で語るんや。女の子女の子。